このチャンネルはフェースローテーションを抑えてヘッドを走らせる方法をお伝えしているチャンネルですそのために体はしっかりと動かしていきたいのですがゴルフをしている方で特に男性の方年々体が硬くなってきてもう回らないんだよとおっしゃった方の9割以上は私はレッスンでこんなに体って回るのっていう風うに言っていただいておりますなぜそうなってしまうのか 体を硬く使ってしまってるからなんですね今日は体が硬い特にテイクバックをしようとした時に体が全然回らないよと思ってしまってる方はこの動画を最後まで絶対にご覧くださいこの方法で必ず良くなりますもし良くならなかった方がいらっしゃいましたらこの動画を何度も見ていただいて何が違うかしっかりとチェックしていただくと必ず よくなっていきます体が回ればフェースローテーションを抑えてヘッドを走らせるスイングというのができるようになってきますそれではいきなりですが体が回りづらい人のスイングをやっていきます。 極端ですがこういう感じでスイングをされてしまっています私の通常のスイングをしていきます何が違うかお分かりになりましたでしょうか最初のアドレスではかなり頭を下げていました顎が首をなくしてしまうぐらい下を向いていましたよね二回目は 顎の下に拳1個分は入るぐらいは頭を上げておりましたここがポイントです実際にゴルフというのは前傾姿勢前かがみをする感じがありましてそれを前かがみするのではなくて頭から前かがみしてしまう方はレッスンしていても非常に多いんですそうしますと頭を 下に向けてしまうとこの首から後ろそして背中にかけて張りを感じると思うんですね今ご覧になってるあなたにもこうやってやっていただきたいですそうするともうこの辺がかなり張ってる状態になります張ってる状態なので体を回そうとしてももう苦しいんですね苦しいので 体ごと、頭ごと右に動かしていかないとクラブは動かない感じになってしまうんです。なのでバックスイングそしてダウンスイングからフォローというふうに極端ですがこのような動きが入っていきます。顔を下げていいると回ししづらいです体を動かしづららでですす体動か 顔を上げてますと回旋しやすくなりますまた顔を下げてると手を上げてもこの辺で止まってしまいます背中がつりそうな感じがしますこれが頭を上げた状態ですとまだまだ上まで行きますこれ頭下げておいてから手を上げていただいてもうこれ以上いかないよっていうところで頭を上げてみてくださいまだ上がることがわかるかと思いますこれだけ可動域に影響が出るんですね 顔を下げていると体が転しづらいそうすると手元もここままでしか上がりませんなのでスピードが出ないのが分かってしまうのでどうしてもここから手元も上に上げながら体がこうやって起き上がったりするので当たらなくなったりオーバースイングになってスイング軌道がずれたり。 悪いいい動ききうのがたくさん重なってきてしまいます実際に今までレッスンしてきた方の中でこの頭の位置を直しただけで全てが良くなってナイスショットがたくさん出るようになったという方もいらっしゃるんですね。それだけ重要ななポイントとなっていますもしご自身のスイングを見た時に頭を中心としてくるっと回ってないな なんか頭が揺れてるなと思う方はまずこの頭の下がり具合っていうのは絶対に確認していただきたいポイントなんですよこの動画が良かったらグッドボタンをお願いしますルールは先ほどお伝えした拳一つは顎下に入ることが最低条件です拳一つも入らないということは頭が下がっている可能性があるよというふうに考えてほしいんですねもし過去に周りから レッスンを受けてかもうわからないですがアドバイスとしてボールをよく見ろって言われたことがある方はどうしても両目でボールをしっかりと見ようとしますので頭を下げる動きをしてしまうかもしれません拳1個は顎下に入れておいてボールを見ようとするといつもより少し下にボールを見てる感じがあると思うんですが ゴルフをするときはそれぐらいの見え方で慣れていただかなければいけませんなのでまずやっていただきたいのは拳1個顎下に入れてボールを見てアドレスする練習をしてほしいですこれをやっておくだけでも全然変わってきますボールを打たなくとも普段からクラブを持たなくても何か下のものを見るときに ゴルフの構えをしてボールを見てる下目で見てるようなつもりを持っていただくのもいい練習になりますねただ注意していただきたい方たちがいらっしゃいますそれはメガネをかけている方ですどうしてもメガネをかけていますと下目で見ようとすると屈折して見えるのでメガネの中心でししっかり見ようとしますそうすると頭を同様に下げてしまいます。 これはサングラスをかける方ももしかしたらこの動きっていうのはしてしまうかもしれませんなので私のおすすめは眼鏡をアドレスしてボールを打つ時だけ少し下にずらしていただいて打つように練習してほしいですそうすると同様に下目でボールを見ることができます。そししてて打ち終わった後にスッとメガネを戻して 次にプレイをするように歩いて行っていただきたいと思うんですね。ちょっとした工夫が必要かと思います。ぜひこれは参考にしてください。チャンネル登録よろしくお願いします。それでは最後に、この頭を下げないでどのように体を動かしていくかを覚えていただくドリルをご紹介します。まず拳1個以上上げていただいて、前かがみをしていきます。 そしてこの状態から手を胸の前に組んでいただいてテイククバックフォロー,スルーこのような動きをやっていってほしいんですね。この時にテイクバックとやった時に顎の下に左肩が来てますそしてフォロースルーとやった時も顎の下に右肩が来てますこれができていれば大丈夫。 よくできてるよっていうふうに考えてくださいこれがどうしても頭が下がってしまっているとテイクバックでやっても顎の下に左肩は入らずに左肩が頭を押すような感じになっちゃいます同様にインパクトからフォローここも一緒ですね顎の下に肩が入ることはありません拳1個開けてテイクバックそしてフォローする このようにボディドリルをたくさんやってみてくださいわざと頭を前に出した状態でボディドリルをやったり拳1個分以上開けながらボディドリルをやっていただくとはっきり違いがわかるかと思いますその違いを知ることも非常に重要ですので両方とも一度はやってみてくださいこの動画が良かったらグッドボタンをお願いします今回は「体が回らない」とおっしゃってる方に対して私が「 必ずチェックしてアドバイスをするお話をいたしましたかなりの確率でこの頭のポジションが違うという方がいらっしゃいます体がなかなか回らないなと思っている方ぜひ一度必ず試していただいてしっかりこの動きができていればあ、こんなに体って回るんだっていうのが分かっていただけるかと思いますそれができるとフェイスローテーションが抑えられた ヘッドが走るスイングになってきます飛んで曲がらないスイングですねぜひやってみてください今回はサウスゴルフアカデミー千葉スタジオよりお送りいたしました最後までご視聴ありがとうございました